皆さんこんにちは、ナミキです。今回もこちら PGA ゴルフアカデミー太平洋クラブ益子に来ております。前回もですね、いろいろ学ばせていただいて、その時のまずはスペシャルゲスト、今回もお呼びしておりますので、お呼びしたいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。はい、もう前回はメソッド教わりまして、はい、そうですね、短時間で私めちゃくちゃ良くなったんですよ ね、 そうですね。傾斜使って打ったら、最後ドライバーもドローボール出てましたね、はい、打てました打てましたね。あんな球自分で打てるのかと思ってびっくりしましたけども、ね、本当にありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございます。もうちょっといろんなところ直せていけたらななんて今思っちゃって、はい、なんかこうね、見たらいろいろ見てください。バンカーもあるし、アプローチもできそうだし、できますよね。はい、大丈夫ですよだからもしよろしければちょっと、はい、私バンカーとかもちょっと苦手なので、じゃあちょっとやってみましょうか。お、いいんですか。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、というその前にですね、ごめんなさい、また忘れておりました、PGA ポーズあります、はい、こちらまたやっていただいてもいいですか。はい、かしこまりました。はい、ということでじゃあ真ん中に来ていただいて、はい、はい、じゃあ行きますよ、せーの、 P G A チャンネル。ちょっとグラグラしちゃいました、すいません。あ、全然大丈夫です、グラグラでも大丈夫ですということでじゃあ早速バンカーショットの練習をしていきたいと思います、はい、じゃあ行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速教えていただきたいんですけども、はい、このピンの近いバンカーになってくるとですね、なんか打ったら飛んでしまいそうな気もしているし、はい、でもかといって短いからって思ったら緩んじゃうみたいな感じで、いつもこう出ない場面が非常に多くてですね、はい、今回はこういった状況でのバンカーの打ち方を教えていただきたいなと思うんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、意外と、普通のアプローチと同じように。アプローチと同じでいいんですか。はい、インサイドインの軌道で打ってあげた方が優しかったりします。もちろんあれですよね、バンカーだから砂を、そうですね、取るっていうイメージはあるんですね。はい、あります。なので、まあ、バンカーっていうのはボールを直接打たないので、はい、砂と一緒にボールを飛ばす。砂と一緒にボールを飛ばす、はい、はい、ゲームとなります。はい、でその時にサンドエッジというのはここにバンスがあります。お、あります。はい、ですね、ここにバンスがありますね。ここ、はい、でこのバンスはですね、少し右に向けるとバンスがつきます。はい、でバンスが、ついた方がちょっと深く入らないので、距離を出したいときはまっすぐでもいいんですけども、基本的にはちょっと開いてあげた方が潜りすぎない。これってピンまでの距離が、まあ短いときと長いときで、このバンスの角度変えるんですか。バンスの角度は基本的にはそんなに変えなくていいです。あ、いいんですね。はい、必ずこのボールの、はい、まあ、5センチぐらい手前、5センチ手前、はい、にヘッドが入れば、はい、砂の爆発でボールが出ます。これは本当にカットとか思わないでいつも通りに。なので、このフェースをちょっと開く、スタンスをちょっと開くでこの5センチぐらい手前ですね、はい、そこにヘッドを落としてあげるとあとはこうカットに打ったりとかしなくていいです。足もずっと固定ってイメージですか。そうですね、足はこうちょっと埋めるんで、はい、埋めてそのまま、ただもう下半身を固めて手だけで打つってわけではないです。多少は、下半身をこう使いながら打っちゃってなので本当アプローチとそんなに変わらなくていいです。ああ、わかりました。アプローチのイメージで、はい、アプローチのイメージで大丈夫です。はい、じゃあちょっと一回打ってみますね。お願いします。おお、はい、ナイスですもうナイスというかもうこれ何ですか、近そうですね、もう本当そんなにこうカットに打とうとか、はい、そんなに打ち込もうってしすぎなくて普通のアプローチの感じで振ってあげると。これフォローは振り切るっていうイメージですか。フォローはそうです、自然とアプローチと一緒で振り切っちゃっていいんですか。はい、なるほど。ちょっとじゃあ一回やってみてやってみましょう。基本的にその5センチ手前っていうのが結構大事なんですね。5センチ手前が大事、はい、あと短いバンカーで、はい、その距離の調節ですよね。はい、それを知りたいです。はい、
基本的にバンカーショットはアプローチの3倍、例えばこれが、10ヤードちょっとですよね、はい、そしたら30ヤードから40ヤードのアプローチをするぐらいの力加減で、うん、おなるほど、ほうほうほう、全部基準はアプローチでいいです。はい、わかりました。なので、2倍から3倍の距離を打とうとしてあげる、はい、っていうのが大事になってきます。じゃあまずはですね、はい、10度ぐらい左を、10度ぐらい左、はい、まっすぐが平行はこれぐらいなので、はい、もうちょっとこれぐらいですね、これぐらい、はい、はい、でフェースもそれに伴って、10度ぐらいちょっと右に、10度ぐらい開く、そうするとここのバンスが砂に当たりやすいです。なるほど、なるほど。で基本的にダフらせるものなので少し足を埋めます。そうですね。であとはこれが12、3ヤードですので、35ヤード、40ヤードぐらいのアプローチをするぐらいのつもりで、はい、極端にカットには振らなくていいです。わかりました。一回やってみます。はい。あ、お、惜しい惜しい。今惜しいですか？出た。バンスのいい音が、はい、鳴ったので、はい、ある程度こう開けてた証拠ですね。そう、これも一つ大事で構えてもらっていいですか、はい、砂を飛ばす、要はボールを直接打たないのでここの砂をもっと飛ばさなきゃいけないです。あ、そっか、こうやってもっと入れちゃっていいんですね。そうです、そうです。ガッとヘッドも最初にフェース開いてるんで結構しっかり返してもそんなに返りすぎないんで意外と飛ばないってことですもんね。そうです、飛ばないです。はい、お、うまい、うまい。おお、出た。出ました。しかも距離もいい感じです。はい、オーバーしんかったし。そうですね、ショートもしすぎてない、うんうんうん、なのでああやってヘッドの入る場所、はい、あとはそのしっかりと砂を飛ばす、うん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 、距離感は本当アプローチの、約 2,3 倍と思ってれば全然うまく出るので、はい、確かにちょっと意外と勇気持って打っちゃった方がいいですね。勇気持って打っちゃっていいです。だからやっぱ怖がってたら打てないですね。はい、本当ですね。こっちに振っていいですか。あ、私こっちに振っちゃってますね。フェースをよくフェースを目標に向けるって人がいるんですけど、はい、本当フェースの向いてる方向に飛ぶんじゃなくて砂の飛ぶ方向に飛ぶんで。お、へえ。確かに私フェースの向きで意識してました、目標方向。そうです、そうです。フェースを目標に向けるとこうやって砂がうまく飛ばないですよね。はい、砂の飛ぶ方に。なるほど。あ、全然違いますね、そのイメージ。こっちですね。ボールと砂を一緒に飛ばすんで。一緒に飛ばしてあげる。そう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 。おー、本当だ。素晴らしい。全然違います、はい、今しっかり砂取れました。そうですね、はい、でいい音してるんで、はい、しっかりこう砂を飛ばす練習、もう実際ボール打たなくても砂を飛ばす練習をするのも大事です。じゃあもしボールがなくても、はい、ここでちょっと砂を飛ばす感覚をつかめば、はい、ボールがあってもボールがあっても大丈夫ってことですね。はい、大丈夫です。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで今日はバンカーからの出し方を教わりました、はい、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。結構やっぱり自分は恐れて毎回打っていたなっていうのを非常に感じましたし、あと最後に言われたその目標方向と出す方向、そうですね、が全然こう違うじゃないですか、意識の、はい、あれはちょっと自分の中で目から鱗でしたね、うんうん、ぜひここに来ていただいたら、はい、実際に打てますからね、うん、この練習してコースにも練習ラウンドでつなげるという、はい、そうですね、確かにいいパッケージですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで皆さん気になる方は詳細の方概要欄に貼ってますのでぜひチェックしてみてください、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そして SNS もぜひフォローしてください。